2023年 JD リーグダイヤモンドシリーズ決勝、前年の覇者ビッグカメラ高崎を破り日本一に輝いたトヨタレッドテリアーズ、後藤と桐石のバッテリーが大きな原動力となり、さらに打線を引っ張ったのは、先制のホームランを放った最年長原田のどか。優勝を決定づけるホームランを打った下山絵里。まずはチームの日本一で、個人としては最多打点と最多本塁打っていうのは狙っていたので、やっぱりそれを実現して日本一になれたっていうのはすごい自分の中で成長した1年でもあったし、自信がついた1年でもありました。日本一っていうのはなくて、日本で日本のトップでやっている中でそこだけ経験したことなかったですし、入った当初からそこを意識してたので、本当に日本一だけを考えて2023年のシーズンはやってきたので、本当に日本一になれてよかったなと思いました。優勝を決めた後、2人の関係を表すこんなものを見せてくれた。気になった点がありまして、帽子のつばの裏って何が書いてあるんですか？原田さんから書いていただいたんですけど、山ならできる、山にしかできない、大丈夫、後ろにみんながいる、貫け、3-4パワーと書いてあります。うおー、目標にしている原田さんからいただいた言葉なので、これを見て頑張ろうっていつも慣れてます。背番号3-4。あ、2人のね。はい。うわ、なるほど、その2人が今日、はい、一発打って勝った。最高、ありがとうございます。優勝に大きく貢献した2人のスラッガー、連覇を目指すシーズンを前に2人の絆に迫った。